マルワーン一世は、684年から685年に、かけて1年に満たない期間在位した第四代の、ウマイヤ朝のカリフである。マルワーン一世は、イスラーム世界の第二次内乱期に、カリフの地位を失った、スフヤア,アン家に代わりウマイヤ朝の王家となった、マルワーン家を起こし、マルワーン家は750年まで政権を維持した。いとこにあたるカリフのウスマーンブーアフファンの、 治勢中に、マルワーンは、北アフリカ中部のカルタゴに位置するビザンツ帝国のアフリカ総督府に対する軍事作戦に参加し、多大な戦利品を獲得した。その後、ウスマーンの下で、イラン南西部のファールスの総督を務め、続いて、マディーナでカリフのカーティブとなった。そして656年に、ウスマーンの邸宅が、 反乱者によって包囲され、ウスマーンが暗殺された際には反乱者に戦いを挑んだ末に首を負傷した。ウスマーンの後を継いだ、ムハンマドの娘子のアリーブ・ガビー・ター・リブとアー・イ・シャビント・アブ・バクルの対立によって発生した、ラクダの戦いでは、後者の側に立って参戦した。その後、マルワーンは、ウマイヤ朝の創設者で演説にあたるムアー・ウィヤの下で、マディーナの総督を務め、 ムワーウィアの息子で、後継者のヤズイードの帰省中に、マディーナで反乱が発生した際には、現地のウマイア家一族の防衛に奔走した。683年11月に、ヤズイードが死去した後、メッカを本拠地とするアブドゥル・ターブナーイコールズバイルが、反乱を起こして自らカリーフの地位を宣言し、マルワーンは追放されて、ウマイア朝の本拠地であるシリアへ逃れた。 六百八十四年に最後のスフヤーン家のカリフのムアーィア二世が死去すると以前にイラクの総督を務めていたウバイドル・ラーブン・ズィアードに促されマルワーンはジャービアで開かれたウマイア朝を支持する部族による会議でカリフの候補者として志願したカル部族のイブン・バフダルを中心とする各部族の有力者がマルワーンをカリフに選出し同年の八月にマルワーンと共に マルジュラー人の戦いでイブンアイコールズバイルを支持するカイス族を破った。その後の数ヶ月の間にマルワーンはメソポタミア北部のカイス族の動きを抑えつつ現地の総督たちがイブンアイコールズバイル側についていたエジプト、パレスチナ及びシリア北部に対するウマイヤ朝の支配を回復した。マルワーンはイブンアイコールズバイルが支配するイラクを 再征服するために、ウバイドゥラーブンズイヤードが率いる遠征軍を派遣したものの、遠征の最中の685年の春に死去した。マルワーンは死の前に息子たちの政権内での地位を固めた。アブドゥル・マリクが後継のカリフに指名され、アブドゥル・アジーズがエジプトの総督となった。マルワーンは、後のハングマイヤ朝の伝承の中で、無法者であり、 暴君たちの父として非難されたが、歴史家のクリフォードエドムンド・ボズワースは、マルワーンは賢明で有能であるとともに決断力のある軍事指導者であり、死後65年間続いたウマイヤ朝の支配力の基盤を築いた優秀な指導者であったと評している。ウマイヤ家と王朝の系図。青色がマルワーン一世とその子孫のカリフ、黄色がスフヤーン家のカリフ。 緑色が正統カリフのウスマーン。マルワーンはヒジュラ歴2年もしくは4年に生まれた。マルワーンの父親は、ウマイア家のアルハカム、ブンアビーアルイコールアースであり、ウマイア家は、ヒジャーズのメッカの町を支配していた、多神教を報ずる部族であるクライ種族の中でも、最も強力な一族であった。クライ種族は、自身も、クライ種族の出身であったイスラームの預言者。 ムハンマドによるメッカの征服の後、630年頃に一斉にイスラームへ改宗した。マルワーンはムハンマドを知る存在であったため、後にサハーバの一人として数えられた。マルワーンの母親は、メッカからティハーマの海岸線まで南西に広がる地域を支配していたクライ種族の先祖であるキナーナ、族出身のアーミナビンとアルカマであった。 マルワーンには少なくとも16人の子供がおり、そのうち5人の妻と1人のウンムワラドの間に、少なくとも12人の息子を設けた。父方のいとこにあたるムアービアブーンアルムギーラの娘で、あった妻の愛者から、長男のアブデルマリクとムアービア、そして娘のウンムアムルが生まれた。ウンムアムルは644年に、カリフに即位した父方のいとこにあたるウスマーン。 ブンアフハーンの彦のサイードブンハーリドブンアムルと結婚した。妻の一人のカルブ族出身のライラービンとザッバーン、ブンアールアスバグは、息子のアブドゥルアジーズと娘のウンムウスマーンを見、ウンムウスマーンはカリフのウスマーンの息子のアルワーリドと結婚した。そのアルワーリドは一時期ウンムアムルとも結婚していた。同じくカルブ族出身の妻であるクタイヤ、 ビンとビシュルは、息子のビシュルとアブデラフマーンを産んだものの、後者は若くして亡くなった。もう一人の妻のウム・アバーンは、カリフのウスマーンの娘であった。ウム・アバーンは、マルワーンの息子のうち、アバーン、ウスマーン、ウバイドゥッター、アイユーブ、ダーウードー、そして、アブドゥッターの6人の母親であったが、最後の一人は幼くして亡くなった。また、マルワーンは、 マフズーム家のアブーサラマーの孫娘であった妻のザイナブ・ビント・ウマルとの間に息子のウマルを設けた。マルワーンのウンム・アラドも同様にザイナブと呼ばれ息子のムハンマドを生んだ。マルワーンには10人の兄弟がおり父方のおじとして10人の老いがいた。初期のイスラーム国家の主要都市の位置を表した地図正当カリフのウスマーン・ブン・アフハーンの治世中にマルワーンは 北アフリカ中央部のカルタゴに存在したビザンツ帝国のアフリカ総督府に対する軍事行動に参加し戦争で著しい量の戦利品を手にした。これらはおそらくマルワーンの膨大な富の基礎を形成したと考えられマルワーンはその一部をイスラーム国家の首都であるマディーナの不動産に投資した。正確な時期は不明なもののマルワーンは ウスマーンの下でイラン南西部ヌファールスの総督を務めた後にカリフのカーティブとなり、そしておそらくはマディーナの財務監督者の地位にもついていた。歴史家のクリフォード・エドムンド・ボズワースは、ウスマーンの治世中に行われたクルアーンの聖天下への作業において、マルワーンはこれらの地位についていた際に間違いなくその作業を助けていたと述べている。歴史家のヒューナイジェル・ケネディは、マルワーンは カリフの右腕であったとしている。一方で、イスラーム教徒による伝統的な説明によれば、暗い種族の間におけるウスマーンの当初の支持者の多くは、ウスマーンがマルワーンから強い影響を受けるようになったために徐々に支持を撤回していき、以前の支持者たちは物議を醸すカリフの各種の決定を非難するようになったと伝えている。しかしながら、歴史家のフレッド・マクグロードナーは、 このような現象の信憑性に疑問を呈し、ウスマーンがマルワーンのようなより若い親族や、具体性に欠けるマルワーンへの避難の内容に強く影響を受けていた可能性は低いとしている。そしてこのようなマルワーンへの避難については、マルワーンを、ウスマーンの12年間の統治の終わりに起こった不幸な出来事のスケープゴートにすることによって、いわゆる、 まさしく導かれたカリフの一人としてのウスマーンの評価を取り戻すために、後のイスラーアムの伝承の中で言及されるようになった可能性があると指摘している。ウスマーンの援護主義的な政策に対する不満と、イラクにおけるサーサーアン・アサの旧王領地の資産の没収は、クライ種族と資産を取り上げられたクーファ、そしてエジプトの支配層がカリフと敵対するきっかけとなった。 656年の初めに、ウスマーンに対して、政策を転換させようと圧力をかけるためにエジプトと、クーファを立って反乱者の集団がマディーナに入った。マルワーンは、反乱者に対して、武力で対応するように進言したものの、ウスマーンは、意見を入れずに反乱者の中では最大であり、最も、要求の強い集団であった、エジプト人との和解に応じた。しかし、 エジプトへの帰路の途中で、エジプト総督のアブデラ・ー・ブンサードにあてて反乱者に対する措置を講じるように指示を出していたウスマーンの何よる手紙が反乱者の手に渡った。これに反発した反乱者たちは656年6月に再びマディーナに戻り、ウスマーンの邸宅を包囲した。この状況に対してウスマーンはその手紙のことは知らないと主張した。このため、手紙は ウスマーンでななく、マルワーンによって作成されていた可能性があると考えられている。その後、マルワーンは命令に反していたにもかかわらず、ウスマーンの家に対する積極的な防御行動に出た。そして入り口に集まっていた反乱者に対し戦いを挑む者の,の戦闘で首にひどい傷を負った。伝承によれば、マルワーンはウバであるファーティマ・ビント・アウスの治療介入によって救われ、 マルワンのマウラーであったアブーハフサヤズイードによって、ファーティマの家の安全な場所へ運ばれた。そしてその直後に、ウスマーンは反乱者たちの手によって殺害された。この事件は、イスラーム世界の第一次内乱の大きな要因の一つとなった。以前に、反マルワーンの先導をしていた、ムハンマドの妻の一人のアイシャビンとアブーバクルと、ウマいヤけの者たちから、 ウスマーンの死への復讐を求める声が上がり、これらの声は、ムハンマドのいとこで娘婿であるウスマーンの後継者のアリーブン・アビーターリブへの反発のかけ声となっていった。ラクダの戦いにおけるアリーとアイシャカリフに即位したアリーは、ウスマーンの暗殺に関与したすべての人間に恩赦を与え、多くのウマイア家出身の総督を更迭した。このようなアリーの対応にウマイア家の人間は、 不満を募らせ、メッカに居住していたアーイャの下に集まり、アリーにウスマーン殺害の責任を問う運動を起こした。この結果、アリーとアーイャは対立を深め、両者の対立は656年12月に起こったラクダの戦いに発展した。マルワーンは、この対立においてアーイャを支持し、ラクダの戦いではアーイャの軍隊と共にアリーと戦った。 歴史家のレオーネ・カエターは、マルワーンがこの戦いにおいて、アーイシャの戦術を主導していたと推測している。現代の歴史家であるラウラ・ベッキア・バグリエリは、カエターの説は興味深いとしつつも、伝えられている資料からはそれを裏付ける情報がなく、マルワーンがアーイシャの戦いにおける助言者であったとしても、かなり慎重に行動していたために、資料において、 マルワーンの行動はほとんど伝えられなかったのであろうと考察している。イスラームの伝統的な説明の一つによれば、マルワーンは、ムハンマドのサハーバの一人で、愛イの支持者でありながらも、マルワーンがウスマーンの死を招いた、超本人であると考えていたタルハブム・バイドゥッターを、殺害するために、戦闘の機会を利用した。マルワーンは、アリーの部隊との接近戦で自軍が交代を始めた。 際に、タルハの膝元の静脈を貫く矢を放った。しかし、別の説明ではタルハは、戦場から離脱する最中に、アリーの支持者たちによって殺害されたとしている。カエターには、タルハの死の原因を、マルワーンに求める説明は、一般に、ハンウマイヤ朝の立場の資料に基づく作り話で、あるとして、マルワーンを、首謀者とする説を否定している。一方、 歴史家のウィルファード・マーデルングは、愛者の敗北が確実な状況となり、このままでは、自身の行動の責任を問われかねない立場に立たされた。際に、マルワーンは、間違いなくタルハを殺害する機会を待っていたと、指摘している。また、マルワーンによるタルハの殺害は、ウスマーンの死の復讐を果たした。最初の人物として、マルワーンを商用した680年代の、 ウマイヤ朝のプロパガンダによって、裏付けを与えられたとしている。アリーの勝利によって、戦いが終結した後、マルワーンはアリーに対して、忠誠の誓いをした。アリーは、マルワーンを許し、マルワーンはアリーへの忠誠を拒否していたはとこの、ムアーウィア・ブンア・ビース・フヤーンが総督を務めるシリアへ、向かった。マルワーンは657年に、 落下の近郊で発生したスイフフィーンの戦いで、ムワーウィアと共に参戦したものの、アリーの軍隊とは決着がつかず、内戦を解決するための仲裁も不調に終わった。アラブ軍の軍営都市として7世紀に建設されたクーファの町と大モスクアリーは661年1月にアリーとムワーウィアの双方と対立していたハワーアリジュ派の人物によって暗殺された。アリーの息子で、 後継者であったハサン・ブン・アリーは、ムアーウィアと和平を結んで、カリフの地位を放棄し、ムアーウィアは、アリーとハサンが、本拠地としていたクーファに入った。そこで7月もしくは9月にムアーウィアは、カリフとして認められ、ウマイヤ朝が成立することになった。マルワーンは、ムアーウィアの下で、バフラインの総督を務めていたが、 その後661年から668年と674年から677年の二度に、渡りマディーナの総督を務めた。これらの二つの機関の間は、マルワンのウマイア家の親族である、サイードブンアルイコールアースがその地位についていた。マディーナは、ウスマーン暗殺の余波で、イスラーム国家の政治的中心地としての地位を失い、首都は、 ムアーウィアの本拠地であるダマスクスへ移った。マディーナは地方総督による統治へと格下げされたが、アラブ文化とイスラーム学の中心地であり、伝統的なイスラームの上流社会の拠点であり続けた。ほとんどのウマイヤ家の一族を含むマディーナの古いエリートたちはムアーウィアへと移った権力の喪失に憤慨した。歴史家のユリウス・ベルハウゼンはこの状況を 以下のように要約している。これがどんな結果をもたらしたのか。マルワーンはかつては、ウスマンの下で全権を掌握していた帝国の交換。それが今では、マディーナのアミールだ。マルワーンが自分よりも、はるかに遠いところへと追い越していった、ダマスクスの鳩コに、嫉妬の目を向けていたとしても驚くには値しない。マディーナの外観。マルワーンは、マディーナでその経歴の大部分を過ごし、 最初は、カリフのウスマーンの側近として、後には、カリフのムアーウィアの下で総督とウマイアケ一族の指導者として過ごした。マルワーンは、最初の任期中に、アラビア北西部のファダクのオアシスにある大規模な私有地をムアーウィアから買い取り、息子のアブデルマリクとアブデルアジーズに分け与えた。その後、マルワーンは、最初に総督を解任された際に説明を受けるために、 ムワーウィアの宮廷へで向いた。解任の理由は以下の三つであった。一つ目は、ウマイア家の親族であるアブドゥッター・アブン・アーミルがバスラの総督を解。二つ目は、アブドゥッターの公認のバスラ総督で、父親がいなかったズイヤード・ブン・アビーヒを、ムワーウィアの父親のアブースフヤーン・ブン・ハルブの息子として、カリフが養子縁組したことに対するマルワーンの批判。 そして三つ目は、ムワーウィアの娘のラムラと、ウスマーンの息子でその夫であるアムルブン・ウスマーンの間で、家庭内の紛争が生じた際に、マルワーンが、ラムラに対する助力を拒否したことである。670年に、マルワーンは、ハサンブン・アリーの死後にその遺体を、ムハンマドの墓の傍らに埋葬させる試みに対して、うまい明けとして、反対の立場を取り、 ハサンの弟のフサインブンアリーとその一族であるハーシム家にその要求を断念させ代わりにハサンをバキーの墓地に埋葬させたその後マルワーンは葬儀に参列した際に彼の忍耐は山のように重いものだったと語りハサンを称えたボズワースによればムワーウィアは一般にうまいやけの中でもマルワーンを含むアブーアルイコールアースの系統に属する一族の 野心に疑いを持っていた可能性があり、アブーアルイコールアースの系統はムアーウィアが属していた、アブースフアーンの系統よりも、はるかに多くの声援を抱えていた。熟年の経験豊富なスフアーン家の人物が、ほとんどいなかった当時、マルワーンは、最も年長で権威のあるウマイア家の人物であった。ボズワースは、ムアーウィアを法的な異母兄弟として、ツイヤード、ブンアビーヒを、 養子縁組させ、生前に、自身の息子のヤズイードを、カリフの後継者として指名するという常識的とは言い,い、ガい行動に借り立てたのは、アブーアルイコールアースの一族を恐れていたからでは、ないかと推測している。実際に、マルワーンは、以前に、アブーアルイコールアースの主流の一人であり、ウスマーンの息子であるアムルに対して、カリフの着手という正当性を根拠に、 カリフの地位を主張するように迫っていたが、アムルは興味を示さなかった。マルワーンは676年にしぶしムアーウィアによるヤズイードの使命を受け入れたものの、ウスマーンの別の息子であるサイードブンウスマーンに対して、ヤズイードの継承に反対するように密かに働きかけていた。しかし、ムアーウィアがイスラーム国家の最東端の領域であるホラサーンにおける、 軍司令官の地位をサイードに与えたことで、サイードは野心を治めることになった。680年に、ムワーウィアが死去し、息子のヤズイードがカリフの地位を継いだ。しかし、カリフの地位を要求する意志を持っていたフサインブンアリー、アブドゥラーブンアイコールズバイル、そしてアブドゥラーブンウマルはヤズイードへの忠誠を拒否し続けた。ヒジャーズにおけるウマイア家一族の指導者的立場に、 あったマルワーンは、当時マディーナの総督であったアルワリードブンウーとは、ブンアビースフェアーンに対し、マルワーンが、ウマイア家の支配にとって特に危険だと考えていた、フサインとイブガイコールズバイルに、カリフの支配権を認めさせるように忠告した。フサインは、ワリードの関門に応じたが、その場では、ヤズイードの承認を保留し、代わりに、公衆の面前で誓いを立てることを申し出た。 ワリードはこれを受け入れたものの、その場に同席していたマルワーンは反発して、ワリードを避難し、フサインがヤズイードへの忠誠の誓いを立てるまで、拘束するか、もし拒否するようであれば処刑するように要求した。これに対してフサインはマルワーンを罵り、その場を立ち去った。結局フサインは、うまいやけに対する反乱を引きるために、クーファへ向かったものの、年月に、 カルバラーの戦いでヤズイードの軍隊によって殺害された。メッカのイスラームの聖殿であるカーバ。アブドゥラブンイコールズバイルは反乱の期間中、この場所を作戦拠点として使用した。その一方、イブンアイコールズバイルは、ワリードの関門を避けてメッカへ逃れた。そして伝統的に、暴力行為が禁じられていたイスラームの聖域であるカーバにおいた、 作戦拠点からヤズイードに対する反対派の結集を図った。この行動に対するヤズイードの反応と関連したいくつかのイスラームに伝わる逸話の中でマルワーンはイブがイコールズバイルに対してカリフに服従しないように警告したとされている。しかしベルハウゼンはこのような移り変わりやすい伝承の内容は信用し難いと述べている。683年に マディーナの住民は、ヤズイードに対する反乱を起こし、地元のウマイヤ家の一族と、その支持者を襲撃した。襲撃を受けた人々は、マディーナの郊外にあるマルワーンが所有するいくつかの家屋へ避難したものの、襲撃側から包囲を受けた。これに対してマルワーンは、ヤズイードに支援を要請し、ヤズイードはこの地域におけるウマイヤ朝の支配権を回復するために、 ムスリム分ウクバが率いるシリアの部族民からなる遠征軍を派遣した。マディーナのウマイア家の一族は、その後追放され、マルワンとアブーアルイコールアースの一族を含む多くの者がムスリム分ウクバに交流し、その遠征に同行した。その後、ヤズイードの軍隊とマディーナの住民は、683年8月に発生したハラの戦いで衝突した。この戦いで、 マルワーンは、騎兵隊を率いて、マディーナを通り抜け、マディーナ東部の郊外で、ムスリム軍ウクバが抗戦していた、マディーナの守備隊に対して後方から攻撃を加えた。戦いは、ヤズイード側の勝利に終わり、ヤズイードの軍隊は、マディーナの支配を回復すると、イブガア・イコールズバイルが逃れていたメッカへ進軍し、都市を包囲した。しかしながら、 包囲中の683年11月に、ヤズイードが休止したために、ウマイヤ朝の軍隊はシリアへ撤退した。軍隊が撤退するとすぐに、イブガーイコールズバイルは自らをカリフと宣言し、ほどなくして、エジプト、イラク、イエメンを含む、イスラーム国家のほとんどの地域からカリフとして、認められた。マルワンとヒジャーズのウマイヤ家の一族は、 イブガイコールズバイルの支持者によって二度目となる追放を受け、その資産は没収された。ムアーウィアに世死去後の684年時点の勢力図。マルワーンは、ウマイヤ朝の勢力範囲がシリアの一部にまで縮小した状況でカリフの地位を継承した。ズバイル家の支配地域、ウマイヤ朝の支配地域、ジュランド族の支配地域現地勢力の 支配地域ベルベル人の支配地域統治者、不明684年の初頭までに、マルワーンは、シリアのパルミラカ、ヤズイードの若い息子で、後継者となった、ムアーウィア二世の宮廷が存在するダマスクスの、いずれかの場所に滞在していた。しかしながら、ムアーウィア二世は即位後数週間で、後継者を指名することなく死去した。その後、シリアの軍事区のジュンドフィラスティーン、 ジュンドヒムス、そして、ジュンドキンナスリーンの総督は、うまい朝ではなく、イブンアイコールズバイルへの忠誠を誓った。その結果、ボズワースによれば、マルワーンは、統治者としてのうまいやけの将来に絶望し、イブンアイコールズバイルの正当性を認める用意ができていた。しかし、マルワーンは、イラクを追放された総督のウバイドル、ラーブンズイヤードから、 ジャービアで開かれたウマイヤ朝を支持するシリアのアラブ部族の族長との会議中にムアーウィア2世の後継者として志願するように進められた。このイスラーム共同体の指導者の地位への志願は地位の継承に関する3つの発展途上にあった原則の間の対立を露呈することになった。イブンアイコールズバイルの一般的な認識としては最も公正であり、 優れたイスラーム教徒に指導者の地位を譲るという、イスラームの原則に則っていた。一方、ジャービアの部族長の会議で、ウマイヤ朝の支持者たちは、他の二つの原則について議論した。ムアーウィアの若年の孫のハーリドブンやズイードの推薦に象徴されるムアーウィアが導入した世襲による、継承、そしてマルワーンの場合に象徴される部族の指導的な、 一族の中で最も賢明で有能な人物を選択するというアラブ部族の規範である。ダマスクスのウマイアモスクのミナレット。マルワーンは、ウマイア朝のカリフの後継者として、ジャービアでシリアのアラブ部族の有力者によって選出され、その後ダマスクスへ入った。ジャービアの会議の主催者であり、ヤズイードの母方のいとこで強力なカルブ族の族長であったイブン・バフダルは、 ハーリドの擁立を支持した。しかし、ジュザーム族のラウフ、ブンズ・インバーと、キンダ族のフサインブン・ヌマイルに主導された他の、ほとんどの族長は、ハーリドの若さと経験不足を上回るマルワーンの、援熟した年齢と、政治的な判断力、そして、軍事経験を引き合いに出して、マルワーンを支持した。9世紀の歴史家のヤークービーは、マルワーンを称賛する。 ラウフの発言を引用している。シリアの人々よ。この人物が、クライ種族の長であり、ウスマーンの地のあだを打ち、ラクダの戦いとスイフィーンの戦いで、アリーブン・アビー・ターリブと戦ったマルワーン・ブン・アルハ、カムダ。684年6月22日に、最終的な合意に達し,し、次の後継者としてハーリード。その後にはもう一人の著名な、若いい屋家の人物である。 アムルブンサイードブンアルイコールアースがカリフとなる条件の下でマルワーンがカリフの地位を継承することになった。そして後にヤマンとして知られるようになるウマイヤ朝を支持するシリアの部族連合はマルワーンを支援することと引き換えにマルワーンから経済的な保障を約束された。またヤマン族のアシュラーフはマルワーンに対して以前のウマイヤ朝のカリフの下で保持していたものと同じ。 儀礼上と軍事上の特権を要求した。そして、フサインブンヌマイルは、イブンアイコールズバイルが公然と拒否した内容と、同様の条件の協定をカリフと結ぼうとした。これに対して、歴史家のモハンマドリー・ハーンは、シリア軍の重要性を認識していたマルワーンは、彼らの要求に真摯に応じたと述べている。また、ケネリは、以下のように状況を要約している。マルワーンは、 シリアでは何の経験も接点もなかった。マルワーンは、自分、マルワーンの死境後686年頃の第二次、内乱期の勢力図。マルワーンは、生前にシリアとエジプトの支配を回復させた。アブドゥルマリク分マルワーンの支配地域、ムフタールアイコールサカフィーの支配地域、アブドルラブ分アイコールズバイルの支配地域、 アブドゥラーンアイコールズバイルを支持する勢力の支配地域ハワーリジュ派の支配地域カルブ族と対立してイブンアイコールズバイルを支持した部族連合のカイス族はマルワンのカリフイ継承に反対し同様にイブンアイコールズバイルを支持していた順度リマシュク総督のダフハーク分解イスに対して戦争のために軍を動員するように求めたこれに応じたダフハークとカイス族は ダマスクスの北のマルジュラー人の平野に陣地を築いた。カルブ族が支配的な部族であったジュンドアルールを除き、シリアのジュンドのほとんどがイブンアイコールズバイルを支持していた。一方で、マルワーンはカルブ族とその同盟部族による支援を受け、自軍より大規模であったダハークの軍隊に向けて進軍した。同時に、ダマスクスでは ガッサン族の有力者がダッハークの支持者を追放し、都市をマルワーンの支配下に置いた。そして684年8月に起こったマルジュ、ラーヒとの戦いで、両軍は激突した。結果は、マルワーン軍が、海藻軍を完全に打ち破り、ダッハークは戦死した。この結果、シリアでマルワーンが台頭するとともに、カルブ族が属するクダー族の部族同盟の力が、 認められることになり、戦いの後には、ホムスの部族同盟である、カフタン族と同盟を結び、ヤマンの名で知られる、新しい大部族を形成した。しかしながら、マルジュラーヒとの戦いにおけるウマイヤ朝とヤマン族の圧倒的な勝利は、長期にわたるカイス族とヤマン族の確執という負の遺産も残した。カイス族の残軍は、ジャズイーラのカルキースイヤーの要塞を奪ったズファル。 ブンアルハーリスの下に逃れ、ツーファルはそこから、ウマイヤ朝と対立する部族を率いた。マルワーンの策とされる詩の中で、マルワーンは、マルジュラーヒとの戦いにおける、ヤマン族の支援に、感謝の意を示した。それが、略奪品の一つとなるであろうことを理解したとき、彼らに対抗するために、ガッサン族とカル部族を拝した。さらにはサクサク族、勝利を収めるであろう者たち。 大遺族、一撃を加えることを求める者たち。そして困難で高くそびえ立つタヌー風族。その力に、カイス族は打ちひしがれ、倒されるであろう。敵は力づくでなければ、カリフの地位を奪い取ることはないであろう。そして、カイス族が近寄ってきたなら、こう言え、近寄るな。マルワーンは、すでに、ジャービアにおいて、 うまい野鳥支持派の部族に認められていたが、7月、もしくは8月に、ダマスクスで行われた式典で、カリフとして、忠誠の誓いを受けた。マルワーンは、ヤズイードの未亡人で、ハーリドの母であるウンムハーシムファーヒタと結婚し、これによって、スフヤン家との政治的な結びつきを得た。ベルハウゼンは、この結婚によって、マルワーンがヤズイードの息子たちのまま父となることで、 ヤズイードの系統の継承権を奪おうと試みたとする見解を示している。また、マルワーンはシュルタと呼ばれる治安部隊の長官にカッシャン族のヤフヤー、ブンヤフヤーアルガッサーニーを任命し、ハージブとして自身のマウラーであるアブーサフル・アルアスワードを任命した。マルジュラー人での勝利とシリア中部におけるウマイヤ朝による権力の統合にもかかわらず、 マルワーンの権威は、ウマイヤ朝がかつて領土としていた残りの地域では認められていなかった。ケネディによれば、ウバイドラーブンズヤードとイブンバフダルの助けを借りながら、マルワーンは強い意志と行動力を持って、ウマイヤ朝の支配の回復に取り掛かった。マルワーンは、知り合い北部におけるウマイヤ朝の支配力を強化し、知性の残りの期間は、 ウマイヤ朝の支配権の回復に力を注いだ。マルワーンはパレスチナにラウフ、ブンズ・インバーを派遣し、ラウフは同じジュザーム族の出身で部族の指導権を争う対抗相手であったイブンアイコールズ・バイル派の総督のナキル・ブンカイスをメッカへ追放した。さらに、マルワーンは685年2月もしくは3月までにエジプトの主婦であるフスタートのアラブ部族の有力者から 重要な支援を得て、エジプトの支配を回復することに成功した。エジプトのイブンアイコールズバイル派の総督である、アブドゥラフマンブンウトバは追放され、エジプト総督の地位には、マルワンの息子のアブドゥルアジーズが任命された。その後、アブドゥラーブンアイコールズバイルの弟のムスアブ、ブンアイコールズバイルが率いる遠征軍がパレスチナへ侵攻してきたものの、 アシュダクの率いるウマイア長軍が撃退に成功した。しかし、マルワーンが反対に、ヒジャーズへ派遣した、クダー族の不買主、ブンドゥルジャが率いる遠征軍は、マディーナ東方のラバダでイブンヤイコールズバイル側の軍隊の前に壊滅的な敗北を起死した。一方、これと同時期に、マルワーンは、ユーフラティス地方中部のカイス族の動きを抑えるために、 息子のムハンマドを派遣し、さらにイブンアイコールズバイルを支持する勢力と、アリイケを支持する勢力からイラクを奪回するために、ウバイドラブンズイヤードが率いる遠征軍を685年の上旬に派遣した。資料によって期間にずれはあるものの、マルワーンは6ヶ月から10ヶ月の間の統治の後、685年の春に死去した。マルワーンの死の正確な日付は、 中世の資料からははっきりとしていない。歴史家のイブンサード、タバリー、ハリー・ハブン・ハイアートは4月10日か11日、マスウーディは4月13日、西ビスのエリアは5月7日としている。ほとんどの初期のイスラーム教徒による資料では、マルワーンはダマスクスで亡くなったとしているものの、マスウーディはティベリアスコに近いシンナブラにある冬の住居で死去したとしている。 伝統的なイスラーム教徒による資料の中で広く伝わっているものとしては、マルワーンが妻のウンムハーシムファーヒタに対して名誉を傷つけるようなひどい侮辱の言葉を吐いたために報復として就寝中に殺害されたというものがある。しかし、この話は、ほとんどの西洋の歴史家からは、史実とはみなされていない。また、マスーディの記録から、ボズワースラは、 マルワーンが死去した時期にシリアを襲っていた伝染病が死の原因だったのではないかと疑っている。685年にマルワーンがエジプトからシリアへ帰還する際にマルワーンは息子のアブドゥルマリクを継承順位の第一位、アブドゥルアジーズを第二位とする形でカリフの後継者として指名した。シンナブラに到着した後に マルワーンはこの後継者の変更を実行したものの、イブン・バフダルが、アシュダクをマルワーンの時期の後継者として認めたという、知らせを受けた。マルワーンは、イブン・バフダルを召喚して尋問し、最後には確実な後継者であるとして、アブドゥルマリクに忠誠を誓うように要求した。これによってマルワーンは684年にジャービアの部族会議で達した合意を破棄し、接収による、 継承の原則を再び導入することになった。アブドゥルマリクは以前に指名された後継者であるハーリード文やズイードとアシュダクから異議を受けることなくカリフの地位を継承した。その後は世襲による継承がウマイヤ朝の標準的な観光となった。ほとんどの場合において一族とは距離を置いた態度をとっていたムアーウィアとは対照的にマルワーンはウスマンの統治を手本として 権力の基盤を一族に求め、一族に対して広く信頼を寄せていた。そのため、マルワーンは、アブドゥルマリクへのカリフの地位の継承を確実なものにし、息子のムハンマドとアブドゥルアジーズに非常に重要な、軍事上の命令を与えた。混乱に満ちた状況から統治を開始したにもかかわらず、マルワーン家は、ウマイヤ朝の領土を統治する一族としての地位を固めることになった。 ボズワースの見解によれば、マルワーンは、間違いなく、優れた技量と決断力を備えた、政治家であり軍事指導者であった。そして、うまいやけの他の傑出した人物たちが持ち合わせていた、ヒルムと抜け目のなさといった資質を十分に与えられていた。また、カリフとして台頭したシリアは、権力の基盤を欠いていたほとんど馴染みのない土地であったが、 さらに65年間続いたウマイヤ朝の統治を、格固なものとしたアブデルマリクの知性の基礎を築いたとしている。一方、マーデルングの見解では、マルワンのカリフの地位への道のりは、真に高度な権力闘争であり、マルワンの初期のキャリアから始まっていた陰謀の集大成だった。このような陰謀には、ウマイヤ家のために、ウスマーンの権力の強化を推し進めたこと、 タルハを殺害することによって、ウスマーン暗殺の最初の復讐者になること、そして、ダマスクスのスフヤーン家のカリフの権威を公然と押し付けていた一方で、密かにその権威の弱体化を図っていたことが含まれているとしている。また、マルワーンはそやで社会的な品位に欠けていたことでも知られていた。マルワーンは多くの戦闘の負傷によって回復しない傷を負った。 マルワーンの背が高くひどく痩せていた外見は、ハイトバティルというあだ名を、マルワーンに与えた。後のハングマイヤ朝のイスラーム教徒による伝承の中では、イスラームの預言者ムハンマドが主張したマルワーンの父親であるアルハカムのターイフへの追放や、イブンアイコールズバイルによるマルワーンのマディーナからの追放といった出来事を指して、マルワーンをターリドを、ブンターリドと呼んで嘲笑している。 マルワーンは、息子と孫が後に、カリフの地位を継承したため、アブーアルジャバビーラとも呼ばれた。ムハンマドに由来する多くのことわざの中で、マルワーンとその父親は、イスラームの預言者の不吉な予感の対象となっているが、フレッド・マクグロードナーは、これらの風評の多くは、一般にマルワーンやウマイヤ朝と敵対したシーア派の人々によって作り出されたと考えるのが最も自然であるとしている。 中世のイスラーム教徒の歴史家のバラーズリーとイブン、アサー・アキルによって引用された、いくつかの説明は、マルワーンが経験な人物であったことを示唆している。これらの説明の引用元の例として、マルワーンが、クルワーンの朗少者の中でも最も優れた水準にあったというものや、マルジュラーヒとの戦いの前に40年以上にわたって、クルワーンを朗少していたというマルワーン自身の主張が9世紀の、 歴史家のメダー・イニーによって記録されている。マルワーンの息子たちの多くが明らかにイスラームに由来する名前を持っていたことに基づいてドナーはマルワーンが神とムハンマドを含むイスラームの預言者を称えるためにクルアーンの言葉に従って実際に深く信仰し心から感銘を受けていたであろうと推測している。またドナーはマルワーンと 同世代のほとんどのイスラームの指導者たちと同様に、考古学的な証拠や非文による資料がなく、マルワンの電気に関する情報が大抵において論争をもたらす文学的な資料に限られていることを理由として、マルワンの正当な評価に達することの難しさを指摘している。ありがとうございます。